ここは愛知県矢作川。もう5年間一日も休まず水の汚れを記録している西広瀬小学校の子どもたちがいます。この小さな見張り板は大人たちにも大きな波紋を投げかけました。今みんなが本気で川をきれいにしようとしています。このアイデア、みんなの川でもどうかな。